どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、ビザ、ラインペイ、クレジットカードってありますよね。こちら一時ね 3% 還元でめちゃめちゃ話題になったねクレジットカードなんですけども、こちらのねビザ、ラインペイ、クレジットカードはですね、新しいクレジットカードをね先日発表いたしましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、ちょっとね簡単な動画になると思うんですけども、新しいクレジットカードがね発表されました。それがですねこちらになります。ビザ、ラインペイ、クレジットカードの、ラインクレカ P プラスっていう名前でいいんですかね。一応ねビザ、ラインペイ、クレジットカードの、もう一つのクレジットカードみたいな、そういったね位置づけのクレジットカードなんですけども、先日ね発表されましたので、本日の動画はこちらをね紹介していきたいなと思います。で今回ですね、ちょっとマイルとはね関係ありませんので、個人的にはですね結構ねいいのではないのかななんていうふうに思いまして、今回ね動画を作らせていただきました。ですので気になる方はですね、ぜひね最後までお付き合いいただければななんていうふうに思うんですけども、こちらのねビザ、ラインペイ、クレジットカードは年会費無料でね、当初 3% 還元で非常にね話題になったクレジットカードなんですけども、残念ながらですねこの 3% 還元っていうのは一時的っていう風になりまして、今現在はですね年会費無料、当時はですね年会費初年度無料で2年目以降はお金かかるみたいなねカードだったと思うんですけども、今はですね 1% 還元に還元率が落ちて、今は年会費無料のねクレジットカードっていう風になってるんですよね。で今回紹介されたこちらのクレジットカードと何が違うのかっていう話なんですけども、こちらのビザ、ラインペイ、クレジットカードっていうのは今はねどこで利用したとしても 1% で還元率受けることができます。ですのでクレジットカードが使えるところであればですね、常に 1% 還元でね利用することができるわけなんですけども、この新しいねこの LINE クレカ P プラスっていうクレジットカードは LINE ペイにね紐付けることによって 5% 還元がね取れるクレジットカードっていう風になってるんですよね。で年会費もですねもちろん無料っていう風になっておりまして、 LINE ペイに紐付けていただいて LINE ペイのねコード決済をしていただくと 5% 還元っていう風になってるんですよね。で 5% 還元ってすごいですよね。100円決済していただくと5ポイントがね貯まる計算っていう風になりますんで、非常にすごいですよね。ですので残念ながらですねこちら 5% 還元なんですけども、月の上限っていうのがね設定されておりまして、一月ね500ポイントまでが還元上限っていう風になります。ですので対象支払い金額はですね一月1万円までの利用でこのね500ポイントまでが上限でね利用することができるっていった形になるんですよね。まあ1万円までの決済にはなりますけども 5% 還元っていう風になりますんで、5% 還元ってすごいですよね。でですね貯まるポイントなんですけども、ビザ、ラインペイ、クレジットカードのね一種っていう風になりますんで、貯まるポイントは LINE ポイントがね貯まるっていった形になります。で LINE ポイントが貯まるっていう風になりますんで、 LINE ポイントはね LINE ペイにチャージしてね利用することができるっていう風になりますし、またねちょっとね面倒にはなりますけども、現金にねすることもできるっていう風になりますんで、使い道にね困るっていうことはないと思います。またねこの LINE ペイがねじゃあどこで使えるのかっていう話なんですけども、この LINE Pay っていうのはちょっと前にね PayPay が使えるところでもこの LINE Pay っていうのは使えるようになりましたので、LINE Pay、コード決済が使えるところであれば、基本的にねペイペイはね使えるところが多いかななんていうふうに思いますので、利用先に困ることはねないのかななんていうふうに思うんですけども、このクレジットカードを LINE ペイに紐付けていただいて LINE ペイで支払うとこの 5% 還元がね取れるっていった形になるんですよね。でこの 5% 還元ね結構すごいじゃないですか。月でね500ポイントまでっていうのが決まっているプラスですね、対象外のね支払いもありまして、オンラインの支払いであったり請求書支払いはこちらね対象外っていう風になりますんで、ここで利用したとしてもこの 5% はね取れないっていう風になるんですよね。またねビザタッチとか ID 決済時はですね残念ながら 0.5% 還元までね落ちるっていう風になりますんで、この点をね注意していただきたいなと思います。このね新しいビザ、ラインペイの、LINE クレカ P プラスっていうのは、どういった時にね、おすすめなのかっていう話なんですけども、三井住友ナンバーレスのタッチ決済 5% 還元って皆さん知っておりますかね。
こちら結構利用されている方ねいらっしゃると思うんですけれども、コンビニでね利用しようと思った場合、このナンバーレスのねタッチ決済 5% 還元って非常に優秀なんですよね。で優秀なんですけれども、先日ですねファミリーマートが対象外になってしまったんですよね。ですのでコンビニ全部で 5% 還元っていうのが利用することができなくなってしまったんですよね。ですので何にも考えないでねナンバーレスで決済しとけばですね、コンビニはね 5% 還元使えるみたいなね、まあ、そんな感じで利用されてた方もね多いと思うんですけども、まあ、ファミリーマートに関してはですねこちら取れなくなってしまったんですよね。まあ、こういった方にはですねこの LINE クレカのP プラスねかなりいいのではないのかなと思います。 LINE Pay の、コード決済が使えるところであればもちろんコンビニもそうですけども 5% ね取れるっていう風になりますんで、こういった使い方ねされるのであればですねかなりねいいのではないのかなと思います。でですねこの1万円までの支払いが 5% 還元ということで、まあ、それ以上超えてしまうと還元率が落ちますよね。まあこれ 0.5% 還元まで落ちるんですけども、まあそうならないようにね自分でこの利用額をね見ていかなきゃいけないかっていう話なんですけども、こちらね1万円の利用額を超えると通知でね教えてくれるようにねなっているみたいなので、使いすぎてね還元率が下がるみたいなね、まあ、そういったこともですねないって言った形になりますんで、これはね結構いいですよね。この 5% 還元で月1万円までにはなりますけども、 5% 還元ってすごいですよね。ちょっとね私もこれね発行したいななんていうふうに思ってるんですけども、先日私ね動画のコミュニティ欄で発信したと思うんですけども、シェルポンタカードっていうねクレジットカードを、まあ、あのポイントサイトの案件でね申し込んでですね久しぶりに審査落ちたんですよね。ここちょっとねなんで審査落ちたのかちょっとわかんないんですけども、まあ、今月ね審査落ちてますんで、ちょっとね12月まで今ねポイントサイトライフメディアでこちらね4000円分のポイントで案件出ておりますんで、まあ、これで利用したいななんていうふうに思ってるんですけども、ちょっと12月1日、まあ、明日以降ですね発行できればですね案件でちょっとね突撃しようかななんていうふうに思ってるんですけども、まあ、LINE Pay、PayPay 使えるところで1万円までの支払いにはなりますけども 5% 還元っていうのは結構いいですよね。まあ、ちょっとスーパーとかね 5% 私ね行ってるところ PayPay 使えるんで、まあ、5% だったら結構いいですよね。ちょっとまあ1万円じゃ足りないんですけども、まあ、1万円までの利用であればこの 5% ねちょっと取っていきたいですよね。はい、ということで今回ですねVisa LINE Pay クレジットカードに新しいクレジットカードということで、LINE クレカ P プラスっていうねカードが発表されましたので、今回ね紹介させていただきました。もしね発行したいなっていう方はポイントサイトね、経由していただいて、残念ながらですねポイントサイトハピタスでは今ね案件がないので、マリオットポイントにはね交換できそうもないんですけども、ライフメディア今新しい名前がニフティポイントっていうね旧ライフメディアでね今4000分の案件で出ておりますので、まあこちらもね取りこぼさないようにね発行経由していただくだけでこの4000分ねもらえますんで、ぜひね経由して発行ねしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 Thank you.